さあさあさあ、今は大丈夫ですよ。急ぎましょう。お父様が甘いものをお好きだといいのですが。ええ、お好きですもの。甘いものに限らず、何でもよくお召し上がりになりますよ。愛しのお父様とやらのために精が出るな。今の私に許されていることはこんなことくらいですので。わらわがバトラにクッキーをか。なぜに夜の支配者であるわらわが稀な客人であるバトラにそこまで尽くすのかわからぬ。ここで何をしている？お父様、失礼しました。決して大切なゲームの邪魔に来たわけでは。どうしてここに入れた？ここには鍵がかかっていたはず。申し訳ございません。親方様に内密で差し入れをお届けしたいとのことで私が鍵をお貸ししました。ほら、見てあげてくださいませ。親方様に喜んでもらおうとベアトリーチェ様が一生懸命クッキーを焼いたんですよ。熊沢さんと源氏さんに習いました。源氏さんがクッキーを焼くのがお上手だったなんてとても驚きました。最近は全然ですけど、昔の源氏さんはそれはもういろいろなお料理を作ってくれたんですよ。特にお菓子作りはお上手で。クッキー？はい、お父様への差し入れです。大切なゲームの必勝を心よりお祈りいたしております。親方様、ありがとう。感謝する。だが甘いものは苦手だ。下げてくれ。お、親方様。同じことをもう一度言わせるな。片付けて下がってくれ。お、親方様、せめて一口、お口に運ばれるわけには参りませんか？ベアトリーチェ様が親方様のためを思い、こしらえたものでございます。気持ちはありがたく受け取っておく。今は大切なゲームの最中だ。俺にとってもベアトにとっても大切な最後のゲームなんだ。だから頼む。俺の心をかき乱すような真似は慎んでくれ。それはあまりにもひどうございます。気持ちは感謝する、大いに結構でございます。しかしそれをせめて一口お召しになる形ではお示しできませんか？熊沢、それを片付け下がるように。親方様。
失礼しました。片付けましょう、熊沢さん。そういうわけには参りません。大切なゲーム、少しでも力添えしたいベアトリーチェ様が、せめてこのような形でもお力になりたいと頑張られた差し入れでございます。それを一口さえせずに下げろとは、女をバカにするにも程がございます。熊沢、親方様も男ならば、女の手作りの差し入れにせめてどうか一口で結構でございますので、お手をつけてくださいまし。女の気持ちを踏みにじろうというおつもりでしたら、この熊沢は殺されたってここは引きませんよ。ええ、引きません。熊沢さん、もう結構ですから。そういうわけには参りません。親方様、これに毒でも入っているとお思いですか。失礼しました、お父様。それでは失礼いたします。呼ぶな。俺をお父様と呼ぶな。ベアトは俺をそんな呼び方をしたことは一度もない。はい、失礼いたしました。実の妹が言うのもなんだけど、複雑な気持ちだわ。相手がベアトでさえなければ素直に女の敵と言えるのにか。私はお兄ちゃんとベアトがどうして馴れ合ってるのかさっぱりわからない。今思ってベアトは倒すべき私たちの最大の敵だと思ってる。でもだからといってあのお兄ちゃんの対応は女として愉快じゃないわ。バトラの気持ちも少しはわかるがな。悲しいことだ。さらに言えば、あそこまで冷たくされて、それでもなおお兄ちゃんに尽くそうとするベアトも、大したもんだわ。もう一人の姉のベアトと私も同意見よ。どうしてお兄ちゃんにあそこまで尽くすのか、理解できないわ。そしてその理解できぬ要素は、千年を経て変化を遂げるとはいえ、紛れもなく、我々の知る黄金の魔女、ベアトリーチェに受け継がれるものである。ええ。理解しているわ。このベアトを知ることもまた、やがてのベアトを知ることにつながる。そしてそれは、
このおかしなゲームで最大の大駒と、あるいはこのゲーム版そのものを説明するかもしれない。謎多き魔女であるな。ベアトリーチェ、話を聞きたいわ。はい、何でしょうか、エンジェさん。あなたは、なんで後ろ宮バトラをお父様と呼ぶの？私という駒を生み出してくださったからです。では、どうして後ろ宮バトラにそこまで尽くすの？駒は、生み出した造物種に絶対服従しなくてはならないルールでもあるの？そんなルールはない。駒は道具、あるいはナイフだ。ゲームマスターが上手に扱えば、便利な道具になる。しかし扱いを間違えれば、自らを傷つけもする。道具になろうと凶器になろうと、そこに道具の意思はない。ただ結果があるだけだ。じゃあどうしてあんたはお兄ちゃんにアームを尽くすの？まるでそれはあなたという駒の目的かのようだわ。はい、それが私が生み出された目的だからです。あんたを生み出したお兄ちゃん自身がその目的を与えたの？それは違う。バトラはゲームマスターとして、そういう役目を持った駒を盤上に置いたに過ぎない。そして彼女という駒を生み出したのは、このゲームを生み出した最初のゲームマスターであるベアトリーチェ自身だ。ややこしい話だわ。つまりあんたはお兄ちゃんのことをお父様お父様呼んでるけど、別に父親ってわけじゃないのね。あんたはお兄ちゃんに尽くさなければならないという目的のために親しみを込めてお父様と呼んでるだけだわ。はい、そうだと思います。私という駒を盤上に置いてくださったのがお父様です。お父様が盤上に置かなければ、私という駒の出番はありません。ですから私がここにこうして存在し、そして私の目的のために尽くせるのは、すべてお父様のおかげなのです。なるほど。そしてそれは、お父様と呼ぶのにふさわしいってわけね。じゃあ、誰があんたにお兄ちゃんに尽くすように命じたの？ああ、それは初代ゲームマスターのベアト自身よね。ああ、ややこしい。なぜにそなたは、後ろ宮バトラに尽くさねばならぬのか、と尋ねたいのであろう。しかしそれを彼女に答えることはできぬ。彼女に与えられたのは目的だけだ。その目的を与えた動機は、与えた本人にしかわからぬのだから。なるほど、それも考えてみるがいい、人の子よってわけね。で、ついでにあんたにはもうその察しがついていて、ニヤニヤしながら私が悩んでいるのを見ているってわけだわ。そなたは我が巫女としてつくづく優秀だ。私はお父様に尽くします。私の存在がお父様の幸福のお役に立てる、それが私の一番の喜びです。そしてそして、それを、いつかお父様にお認めいただければ、それが私の、一番の幸せなのです。何よ、それ。尽くしたいってだけなら、まさに魔女の家具ねと言いたいところだけど、それを認めてもらいたい？それじゃ家具ってより、thank you.
父様はそう呼ばれるのを嫌われていました。そしてお父様の望まれる私もそうは呼んでいませんでした。そうね、かつてのあんたは誰が相手でも呼び捨てにしてたわ。だからといってお父様を呼び捨てにはできません。せめてバトラさんと呼ぶように努力はしたいと思います。あんなに冷たくされてよくめげないものね。いえ、バトラさんは今大切なゲームに臨まれています。相手はダイベルンカステル教の駒、強敵エリカ教です。いよいよゲームが佳境に差し掛かろうというデリケートなところに、私がしゃしゃり出てバトラさんが望まないお父様という言葉をかけてしまったのですから。それとも私に愛がないから見えない？愛があれば見えぬものが見えることもあろうな。